田の21年ラッキーカラーはピンクになります。メイクに取り入れるなら目尻にピンクを濃いめに入れるのがおすすめです。ラインで、目頭に石灰ラインを入れて目を強調するのもおすすめです。ピンクパレットを使ってやっていきたいと思います。ピンクをですね、メインカラーを先に塗っていきたいと思います。まずですね、指にとって目尻の方にピンクをのせていきます。で、目頭の方に向かっていきます。そしたら次2番目にこのベージュピンクを目頭側からのせていきます。目頭側からいったら、眉尻まで伸ばしていきます。ちょっと足していきます。で、境目をなじませます。そしたら今度チップを取って、チップで細い方でピンクをさらに足していきます。で、ライン状になるように目尻の方からつけたら目頭の方につけます。もう一度チップでピンクを取って上を向いて目尻の方にもピンクを足していきます。半分くらいまでつけます。白いハイライトのあるものを大きいチップにつけたら、涙袋のところに真ん中から目頭の方につけていきます。続いてはですね、ブラウンブラックのアイラインを引いていきたいと思います。まずリキッドで引きたいと思います。目を開けたまま正面を向いて平行にラインを引いていきます。少し長めに引きます。目頭切開ラインを引いていきます。ちょっとだけこのところに入れていきます。